なあ、今度どっか行かん？いいね。どこ行く？俺、どっか街巡ってみたいな。いいやん、それ。でもどこがある？じゃあ、平方巡りとかいい？どう？でもなんか平方っていい店あるん？じゃあ、俺が平方のおすすめスポット教えてあげるわ。自然が多く四季を楽しむことができます。友達や家族とスポーツをしたりピクニックするのにもおすすめです。枚方市駅から徒歩7分のところの西金谷にお店があります。列ができるほど人気のお店です。チキンカレー、野菜のカレーなどいろいろなカレーがあり、2種類のカレーをミックスするのがおすすめです。スパイスが効いた少し辛めのカレーですが、スパイスの量を少なめにすることもできます。さらっとしたカレーが好きな人にはおすすめのお店です。夕方に行くととても綺麗な夕日が見ることができます。見晴らしが良く頂上からの景色は絶景です。枚方市駅から徒歩15分ほどの距離にあります。もともとは車を展示するショールームだったそうです。店内はとてもおしゃれで、壁には枚方出身の絵本作家弥勒真知子さんが描いた素敵な絵があります。今回スイーツを食べましたが、ランチもとても美味しそうなのでおすすめです。市役所の近くにある川原町商店街の中にあります。トマトをメインに使ったラーメンやつけ麺などがあります。スープも濃厚なトマトスープです。そして貝飯といってご飯をつけることができ、余ったラーメンのスープに貝飯を入れて最後まで楽しむことができます。貝飯にはチーズやガーリック貝飯などもあり、トマトが苦手な人でも美味しく食べれると思います。枚方公園から徒歩7分のところにあります。境内には八木八本の梅の木があり、春におすすめです。このように近くの公園からは綺麗な夜景が見れます。な、楽しそうだろ。ほんまに楽しそう。絶対行こうな、枚方巡り。